大丈夫？テオは見つかった？テオとカレイド社長は連日重工の本部に監禁された可能性が高い。今から調べに行こうと思うの。私も一緒に行く。ダメよ、危険すぎる。あなたは町に戻ってみんなに状況を伝えるべきよ。私たちだけでは大量の侵入者に対抗しきれないわ。分かった、くれぐれも気をつけてね。このテーブルは年代物だな。うわ、ボロボロだ。お前たちは地下室を頼む。止まれ！動くな！君は何者だ？初めて見る顔だな。どうやら君も今日は星の巡りが悪いようだね。俺は柔道、カレイド社長のアシスタントをしている。社長とテオの監禁場所は分かりますか？いや、アイダの子に占領された後、俺たちはバラバラに閉じ込められた。お二人がどの部屋に監禁されているかははっきりしない。それは困りましたね。そんなことより今は何とかして逃げ出す方が先だ。何かいい手があるんですか？この部屋の電気ケーブルのメンテナンスは俺の担当だ。あのドアをこじ開けることならできる。だが厄介なのは外にいる衛兵だ。ドアを開けてくれたら衛兵は私が片付けます。よし、あそこに2本のケーブルがあるだろう。あれをつなげてくれたら俺が制御台を操作してドアを開ける。早く何とかしてくれ。そのまま飛び出そうって言うんじゃないだろうな。外には大勢衛兵がいるんだぞ。他にいい方法があります。こいつの服に着替えたらどうだ。先のことは衛兵に化けて状況を探ってから考えても遅くはない。そうですね。それならあなたは？一旦ここに残る。誰か逃げ出したと知れたら大騒ぎになるだろうからな。この服なら見破られないわね。この何度も言ってるように俺から何か聞き出そうとしても無駄だ。あなたはベンジスの衛兵ですか？はあ？そんなこともわからない奴をよこすとは、アイダの子も落ちぶれたもんだな。まあ落ち着いて。私はアイダの子じゃありません。あなたたちを助けに来たんです。協力してください。何？アイダの子じゃないだと？そんな話信用できるか。私はテオ坊ちゃんに呼ばれてきたんです。信じないのは勝手ですけど、あなたたちを助けられるのは私だけですよ。いいだろう。俺は衛兵隊長のリオンだ。それで俺に何をしろと？カレイド社長とテオ坊ちゃんの居場所を知りたいんですが、手がかりはありませんか？テオ坊ちゃんは2階だ。俺が知ってるのはそれだけだ。どの部屋かもはっきりしない。2階の入り口には警報システムがありますよね。切る方法は分かりますか？隣の監視室に警報システムのスイッチがある。運がいいことに予備の入隊室カードは見つからずに済んだ。これを持っていけ。それと
衛兵は騙せるかもしれないが、奴らが改造した変異犬には気をつけろ。あいつらの嗅覚を舐めると痛い目に遭う。2階の階段を上がった正面に医務室がある。そこで麻酔薬を手に入れてクソ犬どもを眠らせるといい。俺をがっかりさせるなよ。社長とテオ坊ちゃんを頼む。監視装置は作動しています。上まで行けるわ。あたりから音がするわ。調べてみよう。まずいわ、この犬たち何かを嗅ぎ取ったのかしら。2階の左の部屋に麻酔薬があるって言ってたわね。何の用だ。まだ飯の時間じゃねえぞ。ボスの犬がお腹を空かせてるんです。何か食べるものはありませんか。さっきやったとこだろ。もう腹が減ったってか。まったく、そこに昨日の残りの肉がある。一つ持ってってやれ。もう新鮮とは言えんが、犬どもに食べさせるんならそれで十分だろ。まったく、揃いも揃って食い意地が張ってやがる。ほら、犬に食わせてやれ。これ以上待たせたら人を食っちまうぞ。紛れ込んだネズミは捕らえました。仲間はいないようです。うん。カレイドの尋問はどうなっている。アストロナシーの位置を吐きました。それとテオの解放を求めています。すぐに情報を皆に伝えろ。カレイドの情報をもとにアストロナシーを探すんだ。物を手に入れるまで絶対にテオを解放してはならん。あ、かしこま…外に誰かいるのか。ええ、こっちだ、隠れて。テオ、やっと見つけた。どうしてここに。君たちを助けに来た。カレイド社長はどこに閉じ込められてるの。父さんは地下室に監禁されてる。入り口は1階だよ。襲撃者は父さんの口から機密情報を引き出そうとしているみたいだ。外には衛兵が大勢いるのにどうやって入ってきたの。下の階でリオンという衛兵に会って入隊室カードをもらったの。リオンさん、まだ生きてたんだ。よかった。
っかりついてきて、君のお父さんを助けに行こう。うん、僕のことはいいから。外の警備は厳しい。こんな体ではあなたの足手まといになるだけだ。父さんが助かればきっと僕を救出してくれる。だからお願い。トロナジーをアイダの子に渡してしまった。人質を取られていて他に手立てはなかった。この件は長い目で見た方がいい。今はあなたの脱出が最優先です。テオは、テオを見なかったか。息子を奴らに渡すわけにはいかない。テオは2階の部屋に監禁されてます。でも警備が厳しくてなかなか助け出すチャンスがなくて。何としてもテオを助けたい。港で人手をかき集めて本部を奪還するのだ。行くぞ。まずい、警報を鳴らされた。いや、息子を探し出さねば。包囲網を突破して港で助けを求めるんだ。君はまた厄介ごとに首を突っ込んでるらしいね。フランツさん、どうしてここに？フランツさんは私が呼んだの。あなたたち知り合い？ああ、そうさ。それで、仲の様子は？カレイド社長とテオを見つけたけど、救出できなかったわ。それにアストロナジーも。カレイドがアストロナジーをアイダの子に渡しただろ？どうしてそれを？他にもいろいろ知ってるよ。アイダの子は港にもスパイを送り込んでいた。だがそいつは衛兵が駆けつける前に逃走したんだ。そういえば前に港の下の小部屋でこそこそ話をしている怪しい人影を見かけた。あれがそのスパイってこと？俺はここに残って衛星部隊と一緒にアイダの子の残党を片付ける。君とミヤは今すぐ調査を始めてくれ。
知ってるかも。フランツ、こんなものを見つけたの。これは厄介なことになりそうだ。どういうこと？本部ビルの掃討に成功して侵入者も全員捕まえた。でもテオとカレイドおじさんは見つからなかった。アイダの子がどさくさに紛れて連れ去ったのかしら。捕虜にした奴らはカレイド親子を捕まえる前に戦闘が始まってしまったと証言している。二人がどこへ連れ去られたのか、何者の仕業なのか、誰にもわからない。だが最も怪しいのはやはりアイダの子だ。君が見つけたノートにはアイダの子がここに作ったアジトが記録されていた。その数は相当なものだ。アジトは私が調べる。テオたちが見つかるといいけど。私も連れてって。君が行っても足手まといになるだけ。俺たちにはまだここでやることがある。やることって？アイダの子がすでにアストロナジーを入手しているとなれば、俺たちも別の手を考える必要がある。カレイドはこの港でのアストロナジーの売買を禁じている。だがすぐそこに闇市がある。予備のアストロナジーを手に入れたいならそこに行くしかない。ヒルダとミアは俺についてきて、闇市に偵察に行こう。トラブルがあっても臨機応変に対応するんだ。ちょっと、私を誰だと思ってるのよ。こんにちは。まあそういうことで、はい、解散。
アイダの子、カレイド社長とテオを監禁していない。じゃあ誰が連れ去ったの？何か裏がありそうね。闇市でフランツさんに相談してみないと。